ついてる？結構結構ついてるよ。ついてる。マジで？ダン。中学中。さあ何買おうかな。何買おうかな。何が買ってるかな。いやーでもな、大体分かってからな、何もないこれ。なんで分かるの？いつも編集してるからだよ。やっぱ伸び違う？いや、行くなってやつ当たる。じゃあちなみに、藤木ちゃん言っても今カズマの予想。そう、俺の予想、俺の予想はモックかな。大きさ、マジ内容、内容、うん、内容だね。ああ、俺ちゃんのは、ちょっとこう攻めすぎた。いやいや、攻めすぎた。こうアクションであってバンってバンバン変わるからいいんだけど、うん、アクション見てる人も多いから、うん、っていうよりはもう滑り台で、うん、ちゃんとルールは守ろうねみたいな方が、でもメッセージ性もあるじゃん。メッセージが強い方が、カズマだと思ってんだよね。やっぱ一番なんだろう、クスってできるじゃん。でそのクスが、うん、いいねに繋がるから、クスで終わる。あ、いいねだからね。そうそうそう、だからメッセージ性がちゃんとしてルール守ろうね、かいいね。なるほど。俺も一生懸命やってるよね。どっちにしろ一生懸命やってる人が今予想勝つ気満々じゃねえか。予想が3位ですけどね。なるほど。阿部さん、じゃあ次行きますよ。せーの、じゃあ今5時半、ちょっと6時って言ってたけど、うんうん、もうちょっと待ちきれん。待ちきれないということで、ね、はい、やっちゃいましょうか。見ちゃいますか。見ちゃいますか。結果を。TikTok、TikTok、今日の3時にアップした、はい、それぞれがプロデュースした作品が、作品が、うん、どれだけいいねがついてるのか、はい、誰が1番なのか、2番なのか、3番なのか、はい、はい、そして3位の人が1人の人に、はい、プレゼントがあるということで、イエス、イエス、よし。これ結構ね、ガチな真剣勝負だからね。これね、ドキドキしてたからね。だってもう、欲しい服選んだからね。そうだね。とりあえず、俺も選んだ。手に入るか分かんないけど。待ってる間にね。そう、欲しいし、優勝したいし。見ますか。見ますか。これだろ、もうここでいいんだよ。それだね。ここでね。それそうです。はい、行きますよ。はい。じゃあまず向こうに見せますか。そうね。はい。向こうに見せるの。はい、まあ俺らが見る前に。行きますよ。じゃん。品川だけが分かった。分かった、分かった。俺は分かった。はい、タイザーついてる？結構ついてるよ。ついてんの？マジで？そうだよ。ちなみにどれぐらいついてる？どれぐらいついてる？逆に言います？その数字よか。数字だけ。数字聞こう。よし。3位も3位。3位は360。360いいね。時間半ぐらいで。2位712。あ、でもここで倍違うよ。もう1位1770。ダントツ、絶対違うじゃん。じゃあ2位から、2位から2位の発表。2位は名前、カズマさんです。じゃあ俺セーフ。セーフ。いやでもプレゼントもされないからね。そうだな。いやー、やっちまったな、お前。マジか。やっちまったか、攻めすぎたか、やっぱ。じゃあ1位発表します。はい、1位で。1位は出て。持ってきたんです。よっしゃ、マジで嬉しい。マジで嬉しい。あんな真剣に服選んだのに。うわー、マジかよ。めっちゃ嬉しい。本当だ、めっちゃ嬉しい。ほら、ほら、マジで嬉しい。それなんかコメントとかって入ってるんですね。入ってる。まあもちろん、ちょっとそれをチェックして。じゃあコメントも少ないもん。コメント…モックのいく？はい。モックの作品は、ギャップ。ギャップね。子供みたいな大人。はい。一人増えてる。俺ね。ギャップ、そしてルールと礼儀正しい。はい。やっぱこういうのがいいんだな。見た目は任侠なのに、心が子供。そんなギャップかわいい。あれ？新入り？すみません。CD が。リンダマンやん。TikTok のこと何も知らない僕が。それ見せればある程度の子供なら言うこと聞いてくれそう。狙い通り。優しい。なんか可愛いな。深見くんだ。ありがとうございます。純悪2人組から純悪3人組。めっちゃいいやつやん。ちょっと可愛く見えた。ありがとう、ありがとう。もう気持ちいい。全然気持ちよくね。
面白いんだけどな。俺も面白いんだけどな。俺は面白いんだけどな。俺は面白いやってても面白かったけど。目的は楽しかった。品川が一番楽しいよね。俺たちも全員やっつけれるからね。もうなんなら品川と阿部ちゃんの作品だよね。一番俺あのドキドキした、うん、今回、うん、いつもこう上げて自己満であの評価をこう自分で感じてるから、うん、これ3人で共有できてすげえ楽しかった。じゃあシャツ買ってもらっていいですか。もうちょっと決めたシャツがあるんですよ。買いますか。買いますか。じゃあ私が深見元基くんに買います。やった。買う気自分満々で選んだからね。いただきました。シャツを買っていただきます。阿部ちゃんお願いします。お願いします。お買い上げです。お願いします。春先にねシャツ欲しかったから。私のこの財布で、払わせていただきます。ありがとうございます。感謝する。負けたから。ありがとう。おめでとうございます。子供ちょっと自信あったんだ多分。だいぶあったよきっと。あの選び方は。そうだよ、ね、いやきっとよかったわ久々に。よかった、ね、なんかすいません出ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいわ。中学中